はい、皆さんこんにちは。アジアで生きている。今回は何色だ、はい、今回はピンクです。久しぶりのですねピンクのケイちゃんになりましたということで、ピンクのケイちゃん、いつものですね、部屋から、この動画配信させてもらいます。でですねちょっとですね今回の動画に関してはですねぜひ皆さん最後までご覧になっていただければなと思います。結構ね重要な話を自身としてはですね結構重要な話をすると思ってますので、最後までぜひご覧くださいということで、何の話かなと皆さんね思われるでしょうけども、皆さんですね今現在この動画を撮ってるのが今日は何日だ ?2 月の11日金曜日の朝にね、ちょっと起きてこの動画をまず撮ってるんですけども、実は昨夜ですね、木曜日の夜に、篠原丈一郎さんが、ライブ配信をされておりました。で、ライブ配信の話というのが、要は例のですね、KK 息子に関して、本当に受験資格どうなのというような話で、ある、篠原さんのお話ですと、イギリスの情報提供者の方から、どうもイギリスもしくはアメリカの放送会の関係者の方が、それこそフォーダム大学だとか、ニューヨークの弁護士協会に対して、この KK 息子、本当に受験資格あるの?例えばで、それとかですね、弁護士協会に関しては、彼が過去出したですね、弁護士協会のコンペありましたよね。一等賞と二等賞を取ったあの内容を見ても、どう考えてもね、高校生レベルぐらいの話でおかしいんじゃないのっていうようなことを、説明を求めるべくですね、そういった質問状を出してますというような形で、まあ、具体的にはまだそういったような、結果は返ってきてないみたいですけども、この話はどんどん大きくなっていると。で、なおかつですね、特にその KK 息子の例の LLM1 年、その後の JD コース2年、計3年間の、によって本当に、ニューヨークのですね、司法試験の受験資格があるのかっていうようなことにも関してもですね、どうもおかしいんじゃないのっていうようなことで、もしそういうようなことが、それこそですね、日本の政府関係者とか外務省だとか経務庁だとか、そういったようなね、いろんな人が絡んでね、そういったもう、ぐちゃぐちゃ話をですね、ねじ曲げるようなことでやってるようだったら、そういったような人は絶対に説明責任ありますよねっていうのことを、昨夜お話をされてましたね。で、私もですね、ちょっとライブはね、見逃してしまったんですけど、後から気がついて、アーカイブで全部、拝聴させてもらったんですけども、まさしくその通りで、なおかつですね、実は、私その、昨夜のその篠原さんの、アーカイブを見る前にも、ちょっとここ1週間ぐらいですね、この KK 息子の本当受験資格に関しては前からおかしいなとは思ってたんですけども、ちょっとね、ある過去記事とかを調べていてですね、実はその昨日の昨夜のその、篠原さんのそのアーカイブというかですね、ライブ配信と話がね、結構一致してきたんで、ああ、やっぱりおかしいなということでね、今回はちょっとね、まあそういったような話も含めて、話をしていきたいなと思います。で、ここからはですね、ちょっとすいません。先に言っときますけども、結構私のね、妄想的な話でもあるので、その部分に関してはですね、後から、まあ、ケイちゃんこんなこと言ってたっていうようなことではなくてですね、ぜひですね、そういったようなことも含み置きいただきながら、でも過去記事としてはこういう事実があった。なおかつフォーダムロースクールとしてはこういうようなね、実際に表明をしてたとか、そういったようなある程度のかなりの部分の事実をもとに、私もね、もう私的な妄想を申し上げますので、ぜひそういった観点でお聞きになっていただければなと思います。でですね、さっき申し上げましたように、あるですね、過去記事、これもね、もう3年ぐらい前の話なんですけど、女性セブンの2019年3月14日号ってのがあります。これをね、探ってたんですけども、見ていくとね、結構重要なこと書いてあるんですね。で、あるね、公職大夫の人だとか、あるね、刑務所の長官が、週刊誌は全部ね、憶測に基づいたことで書くなみたいなこと書いてありますけども、とんでもないですよ。週刊誌だってね、まあ、多少はそういったような憶測の部分を記事としてね、こうやって持って書いてる部分はあるでしょうけども、彼らもね、商売なんでね、あるんでしょうけども、でも大部分に関してはですね、ちゃんと取材を行って、ある程度の事実をもとにね、そういったようなことを書いてるわけで、そういったことを考えていくとね、非常にね、重要な情報がね、過去の記事においても載ってるんですね。で、その3年前、2019年3月14日の記事、
これ何が書いてあるかっていうと、ちょっと皆さん、このね、記事の内容に関してはまた URL 概要欄に貼っておきます。ぜひですね、ご覧になって、後からね、ご覧になっていただければなと思います。どういう内容か、ちょっとね、記事をね、抜粋して読んでいきますけど、まあ、重要なとことしては、要は、KK 息子のこのフォーダムでの VIP 待遇、なおかつですね、1年間の LLM、なおかつ2年間の JD に関して、おかしいだろうっていうようなことを、当時のですね、フォーダムの大学生も、同級生というかですね、もうおかしいだろうっていうことを感づいてて、ある行動を起こしたとかですね、それに伴って、本当この VIP 待遇何なのっていう話なんですね。で、ちょっとですね、記事の内容をちょこちょこっと抜粋して読みますけども、例えばですが、あるお家のご当主ですね、は、KK 息子に結婚の条件の一つとして、就職して経済的に安定することを挙げたとされる。これはもう皆さんよくご存知ですね。そういった中で、KK の息子は現在、アメリカ・ニューヨークにあるフォーダム大学ロースクールに留学をして、ニューヨーク州弁護士の資格を取得すべき、すべく猛勉強中。今年7月の司法試験が結婚に向けての大一番になる。これちょっと皆さんね、今申し上げました通り、今年7月の司法試験、すなわちこれ2019年7月です。昨年の7月じゃなくて2019年の7月。この時期ってどういう時期かっていうと、2018年の8月に KK 息子がフォーダム大学に留学をして、約9ヶ月間経った後の、翌年2019年の7月の時に司法試験を受けるだろうということで、女性セブンがもうそれを意識して書いている記事なんですね。ところが皆さんよくご存知の通りですね、この試験はおそらくスルーされてるんですね。で、ただし、なぜその KK 息子が最初 LLM コースに1年間、まあ、入れたかっていうのは、これは当然フォーダムとしての、まあ、忖度入学だというふうに思うのが普通だと思いますけども、一つはその LSAT を受けないためね、受けたくないからっていうことがあるでしょうし、LSAT 試験なしに LLM に入学した。で、なおかつですね、通常 LLM の特に外国人が9ヶ月間で LLM を卒業するためにアメリカのロースクールに留学するというのは、例えば日本であれば、日本人であれば、日本の弁護士資格をすでに持ってる人、もしくは日本のですね、大学の法学部を出てる人、そういう人たちがですね、実際にアメリカに渡って9ヶ月間、10ヶ月間で LLM コースの資格を卒業さえすれば、例えばニューヨークとかカリフォルニアで、その、LLM を受講したということをもって試験を受けられる。これを当然ね、利用できたはずだったかなという感じなんですね。なのでそういったようなことを、含めて女性セブンは、女性セブンだっけ女性セブンね。女性セブンは2019年の7月の試験に向けて猛勉強してるはずだということで出してるわけですね。で、こういったようなことに関してこの記事に書いてあるんですけども、実際のフォーダム大学のね、他のロースクールに通っている人が、なんかね、これはちょっと怪しい話なんだけど、コムロコインというですね、なんか英文のサイトでお金のこうやってね、集めるような、そういうようなサイトを立ち上げたらしいんですね。で、これは、なんかコムロコインっていうね、その出資のサイトというかね、お金を集めるサイト、これはね、どちらかというと、その、KK 息子おかしいだろうっていうような批判に対する、半分ね、抗議活動みたいな感じで、このね、お金をもしね、集められればどういうことに使うかっていうと、なんかね、KK 息子を再び偉大にしようとか、というような名目で、その使い道としては、例のですね、元婚約者 A さんに対するその400万円の、支払いだとか、もしくはですね、大学の3年間の学費3000万ぐらいだとかね、あとは、KK 母がなんか日本でね、アンティークブティックを開きたいっていうようなことがなんかあったかないか知りませんけども、そういったようなことで、なんかね、7000万も8000万も使うとかね、そういったようなことを目的にお金を集いますよっていうようなことで、当時のフォーダム大学の学生が出したらしいんですね。でもこれって完全にね、アンチコムロ、アンチ、言っちゃった、アンチ KK 息子ということで出したようなサイトだったということなんですね。で、そういったような、サイトが、まあ立ち上がったということ、すなわち、ちょっとね、また記事の内容を読んできますけども、
現地でも、要はアメリカ現地でも多くの人が KK 息子の正体を知ることになりましたと。それは KK 息子が留学先で受ける VIP 待遇に本当にふさわしいのか疑念を招くことにつながりましたっていう話なんですね。で、KK 息子は日本で弁護士資格を持たず、法学部も卒業していない。本来ならば3年間の JD コースを学ばなければならない。しかし、実際は10ヶ月で、ニューヨーク州の司法試験の受験資格を得られる LLM コースの受講を認められているというふうに、この時点ではね、2019年時点では、この女性専務はそういうような口調で書いてあるんですね。で、さらには全米有数の高額差で知られる授業料免除、すなわちマーチン奨学金ですね。そういったような特別待遇は、KK 息子は日本の皇族のフィアンセだと大学当局が認識しているからに他ならないと。出資話の発起人がフォーダム大学の同級生を自称していることもここのポイントだというようなことで、もうすでにこの2019年の頃からそういったような疑惑が上がってました。なおかつ、LLM を10ヶ月間終了したというようなことにおいて、この2019年の7月に KK 息子はもしかしたらですけども、やっぱり試験を受けていたんじゃないのっていう話が出てくるわけですね。なので私も過去の動画から何回も申し上げている通り、果たしてこの KK の息子、今までこのニューヨークの試験何回受けてるの、もしかしたら1回も受けてないんじゃないの、もしかしたら過去2回受けてるんじゃないの、1回受けてるんじゃないので、今回の2月の試験本当に受けるんですか、受験資格はどうなんですかということが、やっぱりね、こういったような過去の記事を読んでみても、昨夜のその篠原丈一郎さんのですね、ライブのですね、動画を見ても、まあ、明らかになってきてるって話なんですよね。なのでこういうようなね、それこそですね、外務省だか刑務長だかどこだかね、総領事だか分かりませんけれども、こういったようなことに携わって関わっているような人は絶対的に説明責任があるなという話になってくるわけですね。で、これが今申し上げたのが、実際の2019年3月14日号の女性セブンの記事の内容です。で、あともう一つね、今日はね、ご覧になっていただきたいのがこれなんですね。これに関しても実は以前もですね、何回か、私も動画の中で、申し上げてます。あるいは他の YouTuber の方でもね、結構この、フォーダムロースクールのですね、ニュースレーターに関しては何回か、取り上げている方もいらっしゃいます。でですね、これは、その2018年の7月5日かな、7月5日、すなわち KK 息子が留学する直前にフォーダムロースクールの方で、はい、フィアンセの、KK の息子が来るよみたいなね、ことで、上げてたようなね、そういったようなニュースレーターなんですね。で、最初はフィアンセが来るよってことでフォーダム大学が上げてたんですけども、こっから刑務長がちょっと待ってくれ、フィアンセじゃないよ、フィアンセの内定者ってことで、それは外れたんだけども、例のですね、1年間の LLM と、2年間の JD に関してはここに明確に書いてあるって話なんですね。で、それが、黄色に書いてある部分、ちょっと黄色の部分だけ読みますけども、He will enter the law school's one-year LLM program and then hopes to continue for two more years to receive a JD. ここで非常に、思惑ありげな文章が書いてある。なぜかというと、He、すなわちですね、KK の息子は1年間の LLM プログラムに、入学をして、その後、それからですね、彼は、すなわち KK の息子は、2年間の JD のコースを、受講してですね、JD の資格を受領するというようなことを希望しています。ということは明確に書いております。ということは、以前はあったフォーダム、ロースクールであったこの JD の2年コースというのを、わざわざこの KK 息子のためにこの時にはすでになかった JD の2年間の JD コースを彼のためだけに復活をさせて、で、これを当てはめてきたというようなことが明確に読み取れるような文章です。というようなことで、どういうことかというと、冒頭で申し上げましたように、2018年にフォーダム大に留学をして、2019年の10ヶ月、9ヶ月、10ヶ月を過ぎた時点で、もしかしたら KK の息子は2019年の7月に受験資格を得た
かもしれない。なおかつ2019年7月にもうすでにニューヨークの司法試験を受けていたかもしれない。で、もし受けていたとなれば、その時点でさっきね、小室コインの話もありましたけれども、どうもおかしいだろうっていうふうに声を上げてた連中もいたわけですよね。そういったようなことも考えると、その時点ですでに受験資格、この人どうなのというようなことで、司法試験のですね、扱っているような、まあ、司法協会が目をつけていたかもしれないっていう話なんですね。考えられることとしては、すでに2019年の、7月、8月の時点で、すでに、KK の息子は受験資格が本当にあったの、もしかしたらその時点において受験資格おかしいねっていうことを指摘されてたかもしれないということが見えてくるわけですね。ということはどういうことであるかというと、これはもうすでに、皆さんもご存知の通り、後の2019年から2021年までの2年間のこの JD コース、彼は本当に JD コースまともに受講してたんですか。その間にほとんどですね、他の同級生の人も KK の息子の姿を見たことがないとかですね、そういったような話につながってきて、なおかつ昨年5月の末の卒業式には名前だけポンと出てきました。でも卒業式の名簿から突然名前が消されました、というようなことで、本当に JD の資格があるんですかっていうことになってきて、そうなってくると本当に昨年の7月試験を受けたんですかっていうことにもつながってくるということですね。もしそういった私が今回言ってる、これ妄想ですよ。全然妄想ね。妄想。この私の妄想というかですね、想像というか、そういったものがある程度合ってるっていうようなことになってくると、じゃあ今回の今月のですね、2月の試験、本当に受験資格があって受けるんですかって話になってくるわけですね。どうなのと。でも昨年ですね、落ちたっていうことが分かったときに、例の奥野総合法律事務所の奥野さんに対しては電話で、すみません、今度頑張りますなんてことを言ってるわけですね。何が本当なのっていう話ですね。もうこういったことを話していくと本当になんかね、呆れちゃいますけどね、ということです。ということでですね、ちょうど、申し上げましたように、昨夜の、篠原丈一郎さんの、そのね、ライブ配信を受けてですね、ちょうど私もね、これ調べてた時だ、とこだったんですね。なので、ちょうどね、話がつながってきたんですよね。なので、やっぱりどう考えてもね、このね、フォーダムロースクールの1年間プラス2年間のこの3年間のどうも曰くありげなこのコースに関するですね、これは誰が考えて、誰がこんなことをして、今現在でもですね、そういったニューヨーク、もしくはそれこそイギリスの放送界を巻き込んだような疑惑のね、種が上がってるっていうようなことにしちゃったの、誰なの？これ絶対に説明責任ありますよね。これがね、本当にね、なんか爆弾がバンと爆発するようなことになったら、それこそね、まさしくね、日本の国としてどうなのって話にもなってくるから、絶対に説明責任は逃れられないっていう話になると思います。ということでね、あくまでも私の妄想話でありましたけども、なんかね、この妄想話ね、結構ね、合ってるような気もしないでもないんですよね。私結構合ってるんじゃないかなと。これ私の勝手なね、憶測ですけどね。結構ね、ある程度いいとこ行ってるんじゃないかなっていう気がいたしております。なので、今月の22日と23日の試験、本当にこの人受けるんですかっていうのが非常にね、疑問です。要は受験資格が本当にあるんですか、非常に疑問です。あのね、もしね、というか、本当に、ね、あくまでも私の憶測の話なんでどうか分かりませんけれども、いずれにしても合格発表は4月の末です。これはもうやっぱりね、日本でいうとゴールデンウィーク明けですね。ゴールデンウィーク前にね、もうなんか、ね、また大騒ぎになるんじゃないかなという気がいたします。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。それではね、また、バイバイ。